ブトクワガタ。カブトクワガタスタートするにはどれかボタンを押してください。動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。令和の虫キング、カブトクワガタやっていきましょう。これが令和の虫キングって言ってね、夜のね、謎のご神木を行きまして、あ、じゃあ強しの家町のよろずや、まだ育てなきゃいけないんだ。今のまだままだと、まだちょっと勝つには心配なところがありますので、でうちにはね、あのグランドシロカブトしかいないので、オスとメス、オス1号、野生、体格、小型、どうしよっかな。とりあえずオスが出るまで、この一番最初の2人と、いやちょっと待てよ、プラントシロカブト元気関係あんのかな。ウルカウ、どの餌を買います。カブクワカブクワカブトムシの良い餌、どうしよっか。買う、ウルチ、出る、レックス使う、どの虫にしますか。フラッ、どのグラントシロカブトにしますか。オス、プラントオス1号、野生、体格、コク、元気10まで、どの餌にしますか。これ今餌あげるの関係あるのかな。カブトムシの餌、栄養30、よしよし、元気、とりあえず一応元気10まで、栄養9、元気が増えると攻撃力がアップします。元気をどの餌にしますか。あげとこう、カブトムシの餌、栄養30、元気10、元気10です。これ以上元気マックスにしておいて、子供にこれが影響するのかちょっと分かんないけど、元気10まで、どのとりあえずマックスにはしておきましょうかね。元気、元気10、どのプラントシロカブト、虫図鑑、餌引き終わり、ズッカブチ、そんで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 、オスとメスを、オス一応元気10、野生、体格、オス1で、小型普通で、これでやって、オス続け、オスと卵が生まれました。めっちゃ元気な、丸です。まあいいわ、やめとこうめっちゃ元気あったね、ね、オーラもね、あ、でもやっぱ関係あるかもしれんね。生まれてくる幼虫、どの餌にしますか。あ、でも関係あったらちゃんと説明あるか。万能、クワガタムシ、カブトムシ、万能、クワガタ、クワガタ、怖がってない、クワガタ、カブト用、カブト、とても良い餌をあげまくりますね。運だらけの古い土を捨てて、どの、ちょっとね、いい餌、あー、うんこしてる、うんこしてる、いっぱいうんこしてる。ただね、オスが育つかどうかだよね。やっぱこれ実写トリコみたいな、この幼虫の姿。つい、あ、角が生えてるんで、おー、来ましたね。しました、成功です。上手にできました。みなぎってますね。オス2号、育成、体格、普通、強さ200、電子炉、成長、いや、やっぱ関係ないか。あ、でも元気ずば抜けてるから、元気 S、プラントシロ地下、これで
第2世代のどのブランチオスとメスをオスとメスが揃いましたね。野生体格小型強さ140オス1号野生体格オス1号野生体格小型強さ140オス1号野生分かった分かったオス2号オス1号野生体格小型強さでこっからこの育成体格第2世代をオスとメス続けるオス第2世代をね激しくどの餌にしますか。3つしかない第2世代までしか育てられない。でもこれできた時メスだったらどうすよ。メスだった時どうしよう。やっぱ多分パワーはあるのはオスだと思うんだよね。今はオスの方に育ってほしいんだけど、うまい具合にオスに育つかな。とても良い餌がなくなってしまった。カブト幼虫の良い餌、栄養。ここで来て良い餌がなくなってしまった。とてもとても良い餌がなくなってしまった。ついにサナギになりました。20丸か。じゃあ丸か。やった。孵化しました。大成功です。おめでとう。オス3号。大成功。体格大きい。強さ270。いいね。270まで育ちましたね。Cクラス。グラントシロカチカ。どのブラオスオス1号野生体格小型強さ140。多分このまままたメスを作って第2世代でメス作ってメスを産ませると、産ませて第3世代で配合すると多分またランクを上げられると思うんですよね。グラントシロカブト今もう餌足りないからな。小頭クワガタ。俺クワガタいたわ。グラントシロカブコクワガタミヤマクワガタコクワガタグラン小頭。じゃあクワガタやりますか。やるしかないねこれはね。オスとメスがコウ。しまった。元気つけるの忘れてた。卵がう。まあどの餌にし。カブト幼虫クワガタ幼虫のとても良い餌栄養90。わあちょっとやり直したい。5回しか無理か。クワガタ幼虫のとても良い餌栄養90。どうしよっか。めっちゃやり直したいんだけど。クワガタ幼虫の餌これでいくか。11あるかし、11あるしね。これは一回こっちでたこれで試してみようか。卵がかえって1例幼虫になりました。うっそー。どの餌に。三角です。三角。すごいすごい残念な音をさ出すやん。明らかにダメやんっていう感じじゃん。やめろその BGM をやめろ。一生懸命育っとんねん。やめろや。やめろや。孵化しました。もっと大きくできます。次は頑張りましょう。メス2号。やめろや。体格小型強さ140。ひど。小頭くちか。そうなんや。普通の餌だとこんなんなんや。いやーどうしよっかな。確かに良い餌。良い餌。幼虫の良い餌。カブト幼虫。クワガタ幼虫。カブト幼虫。クワカブト幼虫。クワガタカブクワガタ幼カブト幼虫。とても良い餌。600円だしな。売る。図鑑。町のよろず屋では今。
どの焦がしブルレル始まりの街。じゃあとりあえず謎のご神木白カブトの方で戦ってみましょうか。よし、さあ行こう。じゃあこのこいつ相手はノコギリ立てずのカブト。オス、体格普通、強さ180。ダメだな。この虫とバトルし。さあ行こう。あと図鑑どれ？小頭くん、まだいません。まだいません。これか。このまだこのまだいません。虫図鑑を狙わなきゃいけない。終わる。図鑑アプリ。さあ行こう。で、白カブトは確かまだいます。虫図鑑緑なんで。虫図終わる。図鑑アプリ。もう外すな。相手はラコダールツヤクワガタ。オス、体格普通、強さ180。この虫とバトルしますか？ラコダール。バトルする。さあ行こう。どの虫にしますか？ラコダールは。虫図鑑。図鑑アプリ。さあ行こう。相手はエラフスホソアカクワガタ。こいつか。オス、体格普通、強さ180。この虫とバトル。じゃあこいつと行きましょうか。戦う虫を選ぶ。まだブラントシロカブト。どのブラントシロカブトにし、メス。こいつですね。ブラントオス3号育成。3号行け。3号行くぜ。 V3 君の虫。正確勝ちで君が先行。 A か B ボタンを押して50まで行ってるわ。君の攻撃力は51。相手が攻撃してくるよ。元気アップあるから多少はあの格上の相手でも倒せるわけだ。倒せるっていうか戦えるわけだ。君の攻撃だ。 A か B ボタンを押して。あ、しまった。嘘でしょ。相手が攻撃してくるよ。相手の攻撃力は23。やっちまった。やっちまった。油断した。君の攻撃だ。 A か B ボタンを押して。41。あ、でもいいか。大丈夫。相手が攻撃してくるよ。相手の攻撃力は10。危ねえ。あ、3番目いく。よし、あった。やった、3番目勝ち。あ、そうなんや。よっしゃ、勝ったぜ。こういう接戦になると勝利の時に3カメ元に戻ったんだ。3カメフェニッシュが出るわけなんだ。エラフスホソアカクワガタが餌を持っていた。もしかしたら赤のやつもいけるかもしんないね。バトル前に餌で虫を強くした。どの虫にしますか？グラどのグオス3号グラントオス。君は頑張ってくれたからね。クワガタよ、カブトよ、万能クワガタムシの餌、カブトムシ。とりあえずカブトムシの餌を普通に。元気、まず元気10まで、栄養52。元気が増えると攻撃力がアップします。1しか上がんなかった。どの餌にし、カブト。9、強さ200、元気10まで、栄養20。どの餌、カブトムシの餌。あ、やっぱ餌は結構使うな。元気、元気10です、これ以上。どのグラントシロカブトにし、オス。グラントシロ、虫図鑑。終わる。図鑑アプリ。さあ行こう。相手はエラフスホソアカクワガタ。メス、体格、小型、強さ、140。この虫とバトルしますか？メス捕まえとこうか。バトルする。あれ、これ捕まえたんだっけ？さあ、わからん。どの虫にし、小型、エラフスホソアカクワガタ。とりあえず捕まえとくか。終わる。図鑑アプリ。さあ、行こう。相手、バトルする。戦う。エラフスホソアカクワガタ。どのエラフス。オス1号。あ、危ねえ危ねえ。エラフスホソ。まだいい。グラントシ。
どのグラン、押す、3号、育成、押す、これはそうだな。押す、3号、育成、体格、大きい、強し、押す、押す、2号、育成、グラント押す、2号、育成。C は控えさせて。君の虫、性格勝ちで君が先、君のまあまあ余裕ですよ。相手が攻撃してくるよ。相手の攻撃力、やったもしかしてと思ったんだけど、 A か B ボタンを押して錬金術できるんじゃない。君の攻撃力は38。相手が攻撃してくるよ。相手の攻撃力は4。自分だ。よし、勝った。やっぱり両方が赤に点滅してないと、あれですね、この最後の攻撃の時に3カメの演出が出てこないみたいですね。エラクス細赤クワガタのメスを捕まえ、エラクス、バトル前に餌で虫を、相手は小頭クワガタ、オス、緑、体格、普通、強さ、180。この虫とバトルします。で、緑、色って関係あんのかな。まあ、違う、ご神木から出ます。出る、出ない、出ない。バトル、分かったマーカー点滅時に L か R ボタンを押すと、もう外すな。相手は姫カブト、メス、体格、小型、強さ、140。この虫とバトルしますか。バトルする。戦う虫を選びます。グラント白カブト、小頭、グラント、小頭さんでいきましょうか。オス、オス、1号、野生、メス、メス、2号、育成、体格、小型、メス、小頭クワガタ、ダメなの。メス、2号、育成、オス、戦えないの。メス、1、オス、1号、野生、体格、小頭、オス、1号、野生、体格、なぜ戦えないの。元気、5、どの小頭クワ、オス、ちょっとこれ、グラント白、コクワガタ、ミヤン、コクワガタ、まだいません。コクワガタ、どのコク、オス、1号、コクワオス、あれ、なんで選べなかったんや。あ、メスって、戦いにはダメなんだ。正確、そんなことはないし。正確勝ちで君が先行。 A か B ボタンを押して、君の、まだちゃんと説明聞いてなかったかな。相手の攻撃力は3。でけえな。やった。まあまあ、コクワガタからにしたら確かに相手はでかいね。君の攻撃だ。 A か B ボタンを押して、素早さアップ、ルーレットが遅くなった。君の、これはちょっと外せないかな。よし、僕は回転なんたらっつってね。はい、勝ちました。目が黒くなった。目が覚め、これで姫カブトを捕まえたので、謎の御神木はまあ揃えたといえば揃えたことになる。バトル前に餌でマーカー。相手はラコダールツヤクワガタ、メス、体格、小型、強さ140。この虫とバトルしますか。バトル、さあ行こう。ただやっぱりオスでないとね、条件がね、クリアできないですね。相手は小頭クワガタ、この虫とバトルしますか。チャ、バトルする。遺伝、チャ。相手はラコダール、この虫とバトルしますか。多いな。相手はエラフス細赤クワガタ、この虫とバトルしますか。バトルする。さあ行こう。野生で能力の、あーもう違う、もう。相手はグラント白カブト、オス、体格、普通、強さ、この虫とバトルします。さあ行こう。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。くそ、微妙に当てたいところに当たらないっていうね。この虫とバトルしますか。さあ行こう。動かせないよな、移動しか無理だもんな。相手はノコギリタテズノカブト、
押す、体格、普通、この虫とバトル、バトル、いないな。さあ行こう。姫いないな。相手はグラントシロ、この虫とバトル、バトル、姫カブトいないな。さあ行こう。相手はノコギリたち、ノコギリはいるんだけどな。姫の、さあ行こう。オスがいね。どこだ。相手は小頭、この虫とバトルしますか。さあ行こう。なになに、どっちどっち。相手はグラント、この虫とバトルしますか。白じゃない。さあ行こう。そっち。相手は小頭、わあ違う。この虫とバトルしますか。さあ行こう。違う。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。何の虫かよく見えるよ。お、カブト、これはどうだ。相手はノコギリ立てずのカブト。ノコギリだ。バトルしますか。さあ行こう。マーカー、相手は小頭、この虫とバトルしますか。わからん。さあ行こう。間に何かいるんだけど。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。木の間に。相手はノコギリ、この虫とバトルしますか。木の間を見たいんだ。木の間を。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。何の虫かよく見えるよ。外れねえ。木の間に、木の間にいるんだな。木の間にいるんだよ。木の間にいるんだよ。そこの間にいるんだよ。そこの間にマークしてくれよ。あーもう融通が効かない。うわーもうほんとイライラする。違う。ズーム、これカブトじゃないよね。もうちょっと、これもうちょっとね、間になんかいるんだけど間に合わせてくれないんだよね。しかもそこの、あーそこの、ほらそこの幹のところにもいるしさ。ペンペンペンじゃないんだよ。ペンペンペンじゃないんだよ。そこじゃないんだよ。くそー、ビンは違う。違うよー、違うんだよー。カブトですね。あ、これ姫カブト。相手はグランドカブト。違う。オス、この虫とバトルし、さあ行こう。姫カブト見つかったよね。姫カブトのオスってさ、昼にしか出てこないとかそういうのないよね。メスがいたんだからいるよね。なんで当たんないの。なんでスルーすんの。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。クワのメスだよね。何の虫かよく見えるよ。あー白カブトっぽい。これも白カブトかな。あー白カブトだし。オス、体格、この虫とバトルしますか。さあ行こう。あ、いたいたいた。オス、体格、普通、強さ180。黒いっすね。この虫とバトル、バトルする。戦う虫を選びます。コクワガタ、まだいません。カブト、ノコギリ、ミヤマ、コクワガタ。あ、やべ、回復するの忘れてたから。エラフスホソワタ、コガシラクワガタ。コガシラ、どのコガシラクワガタにしますか。右上のボタンで押す1号、コガ、エラフ、どの、押す1号、エラフスホソワカクワガタ。まだいません、まだいません、まだいません、まだいません。ノコギリクワガタ、ミヤマクワガタ、コクワガタ、まだい、ノコギリクワガタ、カブト、どの、押す、どっ、お、コク、どのコク、押す1号、ネット、野生、体格、コク、コクワオス1号。こいつかな。星は何やったっけ。君の虫は左側だよ。行け、コクワガタ。ちょっと微妙ですね。正確な知で君が先行、A か B ボタンを押して。わー、スピードある。君の攻撃力は23。相手が攻撃してくるよ。
どうだ相手の攻撃、まずは大丈夫ですね。やった。君の攻撃だ。 A か B ボタンを押して。君の攻撃力は23。さあここからですね、相手が30を出してくるとアウトです。相手の攻撃力は30。しまった。普通に出してきたし、なんだよお前はさ。君の攻撃、素早さアップ。ルーレットが遅くなった。ルーレット遅くする。君の攻撃力は23。さあどうだ。相手が攻撃してくるよ。どうだ。相手の攻撃力は23。君の攻撃だ。ボタンを押して。よし。君の攻撃力は23。さあこっから。相手が攻撃してくるよ。ここはどうだ。相手の攻撃力は11。これはいいですね。よし。これはいい戦いでしたね。よし。目が黒くなった。さあやりました。姫兜を使う。姫か。これで謎の御神木をクリアいたしましたね。全員揃いましたよ。謎の御神木の虫、オス、6種類を捕まえました。やった。謎の御神木の6種類のオスが全部揃ったね。強かった。おめでとう。あざす。よろずやのみかんさんからご褒美がもらえるよ。マジか、やったぜ。やったぜ、ありがとう。万能、幼虫のものすごい餌を手に入れた。おお、やった。始まりの町の広場。明るくなっちゃった。Rさん、やりましたね。謎の御神木をクリアするとはすごいことです。はい、ありがとうございます。Rさんの実力ならば山奥の村にも行けるかもしれません。あ、もう一つ村があるんだね。山奥の村では赤い目の虫がもっと暴れていて、村の人も必死で原因を探していると聞きます。はい。村へ通じるトンネルがあります。少々分かりづらいので町の広場の人に案内してもらってください。トンネルには通るのを邪魔する人がいるとの噂です。十分に気をつけてくださいね。あ、ということは次は虫使い同士のバトルを経験するっていうことになるのかな。話す。買う、売る、地下、出る。始まりの町の広場、町の用事や。どうしようか。まあ早速行ってもいいんだけど、一回ね、ここでオオクワガタをオスとメス捕まえて、よし、虫。それでさあ行こう。育てて、で、育てて売ってを繰り返してみようかなって、そういうやつって錬金、そういう錬金術ってありかなって。相手はカブトムシ。この虫とバトルし、バトル。思いまして。相手はカブトムシ。この虫とバトル、バトル。さあ行こう。ノーマルのカブトムシですね。カブトムシも育てたいな。相手はカブトムシ。めっちゃ出てくるな。バトル。さあ行こう。めっちゃ出てくるなカブトムシ。マーカー点滅時に。相手はノコギリクワガタ。オス、体格、小型。いや、オオクワガタが今欲しいな。この虫と。オオクワガタですよね。何でよく外れる。相手はカブトムシ。この虫とバトルしますか。さあ行こう。そっちじゃない。ああ、そっちじゃない。そっちでもない。そうそうそう。相手は平田クワガタ。平田さんか。この虫とバトルしますか。さあ行こう。平田さんじゃないんで。相手はノコギリ。この虫とバトルしますか。ノコギリさん。さあ行こう。おお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 お。相手は平田だ。この虫とバトルしますか。平田さんですね。さあ行こう。そうだな、オオクワガタ。相手はノコギリクワガタ。この虫とバトルしますか。あれ、オオクワガタ夜だっけ。さあ行こう。オオクワガタ捕まえたらクリアしましょうか。オオクワガタなんか昼に捕まえたような気がするんだけどな。オス、体格、小型、強さ120。この虫とバトルし。さあ行こう。
相手は平田。この虫とバトルしますか。さあ行こう。あれ夜か、夜だったかな。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。何の虫かよく見えるよ。何の虫かよく見えるよって言われても、何の虫か、そもそも何の虫かが分かんないんだよな。これは相手はノコギリ。この虫とバトルしますか。さあ行こう。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すと、そもそもそんなに詳しくないからね、パッと見に 何のあのあれなのか分かんないんだよね。相手はコクワガタ。コクワか。体格小型。この虫とバトルしますか。ココアさん、さあ行こう。コクワがいるんだよね。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。夜かな、やっぱり。何の虫かよく見えるよ。ちょっと夜出る。夜の方行ってみましょうか。始まり、町の広場、強し強し、寝る、仮眠、寝る、仮眠、仮眠、寝る、仮眠、設定、寝る。夜は静かだな。誰も外を歩いていない。どうしたどうした。はじ、ご神木。いきなりそんな会話をすんなよ、びっくりした。よし、さあ行こう。相手は平田くわ。いや、早速平田さんすか。めっちゃ、あー、しまった。戦う虫を、こ、まだい、のこぎり。違う。どののこ、押す、のこぎり。違うんだよな。今平田さんいらないんだよな。行く。性格勝ちで君が先行。君の攻撃。危ねえ。何も考えずにノコギリクワガタ選んでたからさ。やった。強さで負けると思ってた。まあ同点にまで A か B ボタンを押して下げた、下げられたから良かったものの、これはもう勝ちです。相手の攻撃力は19。よし、勝った。よし、圧倒的勝利。目が黒くなった。とりあえずオオクワガタを捕まえたい。オオクワガタを探そう。相手はあ、いたいたいた。押す。このバトルする。バトルだ。戦うむの宮山さんは体力。コクワガタプラントシロ。どの。じゃあやっぱ白兜でしょう。押す押す1号やす。プラント押す1号。これぐらいやったら大丈夫でしょ。やる気満々ですよ。君。もうね、オーラが違うからね。相手が攻撃してくるよ。相手の攻撃力は15。やった。もう楽勝ですわ。君の攻撃だ。 A か B ボタンを押して。君の攻撃力は26。これでオオクワガタオスを捕まえましたね。よし、勝った。よっしゃ、勝ったぜ。目が黒く。オーク、オーク。途中で切ってるからオークアガタがオークになっちゃった。バトル前に失礼。次はメスだな。あれメス？わあ、いっぱい集まってる。違うね。R ボタンを押すとズームできる。何の虫か外れろ。よく見えるよ。このマーカーの動きがさ、いつか。相手はノコギリ。じゃあノコギリ。この虫とバトルしますか？さあ行こう。マーカー点。相手はオオクワガタ。オス、体格小型、強さ130。この虫とバトルしますか？違う。さあ行こう。違う違う。あ、そっちにもいるの。相手はコクワガタ。ココアさんか。この虫とバトルしますか？ココアさんじゃないな。オオクワさんのメスが。マーカー点滅時に L か R。
相手はノコギリクワガタ。この虫とバトルしますか？さあ行こう。大桑さんのメスを探しております。相手はノコギリクワガタ。この虫とバトルしますか？さあ行こう。変のマーカー点滅時に得るか。相手はカブトムシ。カブト。違う違う。この虫とバトルしますか？さあ行こう。相手はコクワガタ。コクワガタじゃない。このバトルしますか？さあ行こう。こっちこっち。相手はミヤマクワガタ。ミヤマ。メス。体格小型強さ130。この虫とバトルしますか？いや違うね。今は違うな。点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。ちょっとでも木の後ろに隠れてるとマーカーつかまんないよね。これは押すか。これはメスだけど、カブト？相手はカブトムシ。メス、体格、小型、強さ、130。この虫とバトルしますか？しません。さあ行こう。相手はミヤマクワガタ。オス、体格、小型。ミヤマちゃん、ミヤマさんでもない。さあ行こう。出てきてほしいのはミヤマさんでもない。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。違うね、何の虫かよく見えるよ。相手はノコギリクワガタ。違う。メス、体格、小型、強さ、130。この虫とバトルしますか？さあ行こう。メスの違いがわかんないんだよな。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すと、だいたいオスは分かってきた。何の虫かよく見えるよ、ね。相手はノコギリクワガタ。メス、体格。この虫とバトルしますか？さあ行こう。メスは角はないでしょ。マーカー点滅時に L か。あ、じゃあ。相手は平たく。この虫とバトルしますか？いやいや。さあ行こう。いや。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。何の虫かよく見えるよ。上の方なんかおらん。あ、マーカーが動いた。マーカーが動いた。なんかいるのか。相手は違う。オス、体格、小型、強さ、130。この虫とバトルしますか？押すだろうなと思いつつも確認してしまう。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。何の虫かよく見えるよ。違うな。相手はオオクワガタ。オス、体格、小型、強さ、130。この虫とバトルしますか？さあ行こう。マーカーが本当点滅時に違うね。L か R ボタンを押すとズームできる。君の隣戦うたび生まれ変わ る。違うね。あの間のやつ本当気になるんだよな。マーカーも動かせるようにしてほしいよな。違う。カブトだ。本当カブト。一回出たらリセットされるのかな。めっちゃ押す。一回出るか。あーくそ。今隠れたところにロックしたんだけど違う。お前が行くのはそこじゃない。これは違うね。あーもうこの木の裏とかにちょっとでも隠れてるとマーカーがつかない。これ確かカブトだったような気がする。相手は平田。じゃあ平田。メス、この虫とバトルしますか？さあ行こう。平田。もうちょっとこっちから出ないと無理なのかな。あ、なんで外れる？なんですぐ横に行く。もうよし。相手はノコギリだった。体格、小型、強さ、130。この虫とバトルしますか？一回出よう。ご神木出る。
一回出て、リセット。配置替え。あ、40分になっちゃった。大桑さんのメスですね。今探してるのは。相手はカブトムシ。違う。バトルしますか？さあ行こう。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。何の虫かよく見えるよ。相手は平田くん。違う。虫とバトルしますか？さあ行こう。どうしよう。これでまたこれで一周して見つからなかったらちょっと時間もあれなんで中断しますね。この虫とバトルしますか？違う。さあ行こう。リセットされないのかこれ。なんかいる。なんかいるけどロックしない。なんで入ってんのにロックしないんだ。もう見つかんないのかこれ。どうやったらあれロックしてくれんの。この虫とバトルしますか？さあ行こう。ポロポロしやがってこの野郎。あー、あれだな、変わってないな。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。何の虫か。あれ隣のやつあれか、メスか。あれあれ隣の隣、そいつそいつ。相手はエビリクワガタ。メス、体格、小型、強さ100。この虫とバトルしますか？多分同じことこれ2回、これ2回目同じことやったかもしんない。マジか。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。何の虫かよく見えるよ。オークアのメスって角生えてないよね。相手は平田クワガタ。この虫とバトルしますか？角生えてるのは全部押すだけでよかったよね。見つかんないね、ほんと。なんで？どうして？マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。何の虫かよく見えるよ。相手は平田クワガタ。平田さん。この虫とバトルしますか？最初、オークアのメスをこの虫とバトルしますか？ゲットしたんだけども、そんな見つかんないの。そんなわけないっしょ。上になんかいる。そこの上になんかいるんだけど、ロックしてくんないんで。相手はノコギリ。この虫とバトルしますか？またノコギリだ。さあ行こう。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。何の虫かよく見えるよ。よく見えねえんだよ。動いた。相手はコクワガタ。コクワじゃない。この虫とバトルしますか？さあ行こう。仕方ないな本当に。相手はカブトムシ。この虫とバトルしますか？さあ行こう。もう一回昼行かないとダメなのかな。相手は平田。この虫とバトルしますか？さあ行こう。あの一番先端にいるやつ。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。マーカー本当ムカつく。マーカー本当ムカつく。何の虫かよく見えるよ。相手はこの虫とバトルしますか？さあ行こう。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。あれは違ったな。何の虫かよく見えるよ。相手はこの虫とバトルしますか？また平田さんだよ。さあ行こう。一周したかなこれ。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。何の虫かよく見えるよ。相手はノコギリクワガタ。うわ、何これ。あ、か体格、小型、強さ、100。この虫とバトルしますか？かっけーけど残念ながら。相手はオオクワガタ。この虫とバトルしますか？残念ながらお前じゃない。さあ行こう。マーカー点滅時に L か。あともうちょっと粘っとこうか。この虫とバトルしますか？さあ行こう。マーカー点滅時に L か R ボタンを押すとズームできる。何の虫かよく見えるよ。相手はこの虫とバトルしますか？これさっき見たやつか。さあ行こう。相手はこの虫とバトルしますか？その隣隣隣。違う、隣。なんで隣行かない。
なんでうまい具合にあそこの隣を回避してくる。なんでそんな橋、もうマーカー点滅時にエルク、もうやだーこのマーキング、さあ行こう、このマーキング、相手はオープ、この虫とバトルしますか、さあ行こう、マーカー点滅時にエルカ、相手はこの虫とバトルしますか、さあ行こう、マーカー点滅時にエルカ R ボタンを、相手本当出ない、この虫とバトルしますか、さあ行こう、相手この虫とバトルしますか、さあ行こう、いやマジで出ない、あいこの虫とバトルしますか、さあ行こう、あい平田さんでしょ、さあ行こう、あいこの虫とバトルしますか、ノコギリ、さあ行こう、相手はオオクワガタ、あ、来た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 、強さ、この虫バトルする、やったやった、来た来た、戦う虫を得、ブランス、ノノブ、押す押す押す、元気100倍、アンパンマン、違う違う違う、痩せ、やった、最後の最後に来た、これで実験ができる、君の虫は性格勝ちで君が先行、君の攻撃力ね、見つけたとしてもここで油断しちゃいけないわけだよ、相手の攻撃力は13、また俺がミスって一桁の数字を出さない限り敗北は、ね、ないから、あの敗北しないからね、君の、あ、勝ちました、やったべ、いやー、いやー、ちょっと時間かかったけど最後の最後に見つかってよかったわ、なんでほんとこんなに出えへんのって思ったけど、目が黒くなった、お、バトル、ご神木から出る、ご神木から出ます、どうしようか、もうあれか、もうやろうか、アール、マチ、ハネス、カウ、ハネス、カウ、ブル、チカ、ブル、カウ、ブル、チカ、チカ行きまして、最後一回このその実験をねやってみましょうかね、どの虫にしますか、ブランス、姫か、オーク、オス、オス、1号、チカ、あ、違う、どの虫、オークワガタ、どのオークワガタ、オス、1号、ヤス、ちょっとね、元気を、オーク、栄養を与えましょう、カブトム、どの餌、体力はね、しっかりつけた方がいいっていうかね、元気、銃、強さ、元気、どの、押し、多く、やっぱ元気マックスにしないとダメだな、どの、10、強さ、元気10で、どの、虫図鑑、終わる、図鑑アプリをし、あ、鼻が、地下では図鑑の虫の産卵育成ができ、じゃあ、オオクワガタの、オス、ツル、これですね、生まれてくる幼虫のために栄養たっぷりの土をあげましょう、失礼、どの餌にしますか、クワガタ、カブ、クワガタ、万能、カブト幼虫、クワガタ幼虫、クワガタ幼虫の餌はノーマルのやつで試していきましょう、通常が2000だったな、一応第二世代のオスとメスを作って第二世代から試してみようかなと思って、なんか鼻が詰まってきた、なんでだ、今1回目はいいか、
さあ、さなぎになりました。おさなぎですよ。ほら、おさなぎですよ。羽化しました。お、メス2号、ちょうどメスです。地下で、これをですね、売る、売る。図鑑の町のよろずやでは、どのむ、お、どのオーク、オス、メス2号、オークはメス。おお、やったぜ。売らない。地下、売る、買う。どの餌を買う、地下、売る、地下、売る、地下。どの、どの、オークはメス。どのオーク、メス、メス、オーク。あ、メスの元気が少なくなってる。栄養さ、万能、幼虫のすごい餌。クワガタ幼虫、あるから。クワガタ幼虫の餌、クワガタ幼虫の餌。いけるな。オーク、オス、メス、メス。というわけで、今回、オークワガタ、虫づくり、餌引き、コード入力終わり、図鑑アプリ、ブル、買う、ブル。どの虫にします。オークワガタを、オス。こっちのオークワガタを。オークはメス2号、育成、体格、小型。この虫は売らない。売る、売る。9000円で。やったぜ。続ける、買う。錬金術成功です。じゃあね、どうしようかな。とりあえず、あ、次回錬金術から始める。錬金術から始めていきたいと思います。それでは今回はこの辺でバイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。